でですよ、問題作最後にコラボしたのがバンバンゼということ。はい、あ、これ問題作でした。問題があった、あれはいろいろと、あの企画を考えた経緯なんですけど、バンバンゼってドッキリすごい、みゆちゃんのブチギレがすごいやん。それをなんかうまいことできないかなと思って、ドッキリの帝王にはドッキリするしかないなと思って、で過去に俺ヒューガンのブチギレを食らったことがあって、身内でやったプチドッキリみたいな感じだったんだけど、その記憶がすごいあったからヒューガンにキレてもらおうと思って。で俺がキレるのはまあごく自然というかキャラ上自然だから、動画的に普通に変になるんやかなと思って、でそこにヒューガンがブチギレるみたいな、まあキレないやん。ヒューガンヒューガンのキレてるとかは見たことないなっていうぐらいキレないから新鮮かなと思って。すごかった、案の定大バズりでしたね。あれで全くイラついても何にもなってないからね。心の中で毎回一旦座れよ、ごめん、ガシャン割れてねえかな、ばっかり脳内。ヒューガーがここにパッて来てさ、え、尺足りんの、ユウタとかちょっとニヤニヤして、いやあれマジきつかった、喋ることなかった、切れることないもん、切れることない、でみんな終わった終わったみたいな、結構明るい気持ちをぶつけられるとマジ冷めんのよ、うん、ドッキリのテンションが、え、どうしようってなるの、ほんとだから、ヤマトのあのさ、笑顔。ドッキリだから終わり終わり、ヒューガの時点で俺、やばくてもう。優しくなりそう、心がって思って、ガシャンだから。うん。あれで戻したって感じ。YouTube をやってると、なかなかね、ドッキリするのが難しくなってくるんですよ。やっぱ、スケジュールとか、隠しカメラとかね。リアルを追求した結果、ドッキリをやらなくなったんですけど、久しぶりにやるとやっぱ、ピリピリして楽しいです。ドッキリだから、カメラバレてもいいっていうのがあれやった。あ、そうそうそう。逆ドッキリは。だから俺らは全員知ってたし、まあだから、裏手が知らなかったっていうのがエグいね。うん。なんか普通に俺が怒ったと思ったでしょ。うん、めっちゃ怖かった。ゆうちゃんにも、なんだこいつと思ったし。あああ、そうだそうだそうだ。でもゆうまいいやつだったけどね。うん。なんか、なんだこのクソ企画面白くね、使えねえよって言った後、ゆうまが、そんなことないと思う。あ、間違えた。そんなことないって。いや、まだ予定しなかった。意味立ててんだ。いや、申し訳なかったよ、ルナちゃんにもみゆちゃんにも。ほんとに。そう、わざわざだから、沖縄から来てくれてるのに、このドッキリやからね。沖縄からだと泣きに来てないやん、うん、楽しくさ、しに来てんのにさ、シマンチュの涙を見ましたね。見たねー、うん、で、義士なんか立ち上がったで、俺が大きい声出した瞬間、うん、あれ立っちゃった人だべ。え、義士あれ編集でいじったん、ゆうた顔やばかったでしょ。ちょっとキモすぎるなと思って義士すぎるなと思って義士すぎてるね、あれ、うん、いや、義士は仕掛けになら知ってんのよ、ヒューが切れることで、あれだから予想以上すぎて、うん、びっくりしたんだろうね。いや、あっちゃんも怖かったよね。俺も怖かった。いや、相手があっちゃんだったら助けんの。いやー無理だねけどお前さ、数々さ、まあ過去ヤンキーに絡まれたりしてるわけやより怖い。いや、身内がバカ切れんのはちょっと怖い。あー、まあ、どうしていいか分かんないか。ヤンキーやったら何言ってんのお前。そうそうそう、GoPro さ、ヒューガの方に向けたんだけど、あのガシャンの前に、あれこっち向いてさ、映ってないやん。絶対向けなきゃいけなかったんだけど、こううん、よく立ったよ、その状態で。でもあれは YouTube 史上に残る名作だと思うけど、もうやりたくない。うん、視聴者の皆さんも勘違いしないで、みゆちゃん頑張って演技続けて偉かったとか、うん、ありがとうございます。バンバンザイの方とかめっちゃ楽しかった。楽しかった楽しかった、あれ美味しいし、うん、楽しいし、超楽しい。ウニ死ぬほどうまかった。ウニが死ぬほどうまかった。過去一うまかった、本当に。どうだった、振り抜けたよ。やっぱルナちゃん可愛かったな、そういえば。ルナちゃん可愛かったね。ルナちゃん可愛い。あれなんだ、沖縄特有の雰囲気なのじゃない。沖縄の子ってやっぱなんかああいう愛嬌みたいなのあると。あるよね、うん。ごめんなさい、あの、沖縄じゃないです。え、おい、ルナちゃんは沖縄ではないです。え、どこ。大阪です。大阪か。めっちゃ失礼じゃねえじゃん。やばい。全カットにしよう。ごめん、カットしといて、沖縄と。そう、やり直していい、うん、え、あれはさ、ルナちゃんの可愛さはさ、沖縄特有の可愛さなのかな。沖縄の子ってね、その、なんていうの、ああいう愛嬌みたいなのがあるんだよ。天真爛漫みたいな、ね。そうだね。天真爛漫って言葉がよく合うかもしれない。沖縄だからちょっと黒いのか。肌もね、すごい沖縄美少女ってことだね。アクティブな感じね、うん。なんか大人になっていくにつれ、多分ガッキーさんみたいな白くなっていったりしてね。いや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 、ルナちゃん、沖縄の子じゃないです。え、うん、ルナちゃん、大阪の子です。あ、そうなん。バッツリかと彼女やり直していい。うん、で、ルナちゃんなんだけども、あの可愛さなんだろう、沖縄特有の可愛さなんだろう。うん、なんだろう、その沖縄の子ってさ、やっぱああいう感じの子多いよ、うん、そのなんか健康的っていうか、その沖縄美少女っていうみたいな感じなんで、天真爛漫な感じ、うん、沖縄の子だからちょっと黒いのか、うん、ちょっとね、
なんかその健康的っていうか、なんかあれだけど、例えばそのガッキーさん、そのガッキーさんみたいなのが白くなって、なんかそういう感じで美少女みたいになると思う。なるほど、あれぞ島んちの宝って感じですね。ほんとそうだよ、あれは宝ですよ、島の。いや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 、違うから、あれルナちゃん沖縄の人だから。そっちだお前ってやつは。ちょ、お前それ言うときにさ、これ合ってるみたいなのやめて。お前ずっと言っといてもやめろ。ちょっと待って、いやいやいやじゃん、いやいやいや、もうオッケーこれみたいな。この入りだよねみたいな。俺5番目来ちゃったの。まさかね。いやけど、やっぱ入ってくる時の顔マジウケるな。ここを見ないとあっちね。やっぱ入ってきた時の顔が面白いじゃん。内容よりも顔が面白すぎて。ごめんってなっちゃう。大阪の冗談だよね。大阪の子ということで。返しがすごい面白くてさ。それ全部面白いね。自分のやっぱキャラクター分かってるなっていう。バンバンでもすごい勢いがあって、しっかりしてるんだよね、本当に。やっぱ一流のクリエイターって言われる人たちは、やっぱその撮影の時の段取りのことも考えながらやってるからさ、チーム連携もいいし、そのみゆちゃんが、仕切る時喋るとか。びっくりした、みゆちゃんのトーク力。ガチすごい。本当に同じ撮影にいてほしいって思う、あれ。もし、俺が撮影者だったら。助かるよね。マジ撮影楽。編集も楽。すごい、本当に演者力だと思う、バンバンザイ。ね、ギシもすごかったしね。うん、ギシもすごかった。ギシに思うのはやっぱその女の子の中でやってるギシは本当すごいと思うね。ああ、本当そう。それはギシはだけど雰囲気いいよ。一緒に行ってマジ楽。いっぱい友達いるじゃん、ギシって。分かる、いいやつって。いいやつ。まずはバンバンズ以上ということで、コラボありがとうございました。ありがとうございました。